Hello everybody, I'm Ye from Yola Gaming. Now we are going to start Final Fantasy VII Remake Part 9. Let's continue on the mission to destroy the Mako Reactor. Let's go! ありがとね。さっき飛び降りる時。平気だ。軽かった。もう、何それ。が。愉快痛快、相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。三匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。二匹と合流させろ。はっ、了解しました。急ぐぞ。バレット。こっちだ。手早いリーチェルト。3名を確認。全員捕らえる。一気に叩き込む。確認して、さっさと作戦再開だ。こっからはプラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅からまっとうに魔航路を目指すルートだ。今は予定から外れちまったが、抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔航路から近い順にプラン B、C、Dとな。いくつあるんだ。
E まで。ギリギリか。あついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコーロ線だね。まずは線路沿いにマコーロ方面に進むぞ。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコーロ近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるからな。あっちだね。5番街の仲間が目印をつけてる。心配はいらねえ。行けるぜ、行ける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。ではし失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。過ぎたことをわめき立てることか。え、は被害だと。それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。ん、はっ部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。ガは神羅の犬の絵だ。壁気にしとけ。犬中堅スタンプ。やつの鼻が向いてる方に5番マコーロへの道が続いてんだ。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。追い打ちだ。Thank you.
信号の色をちゃんと見とけよ。ビックスが上にいる。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。うん、一気に叩き込む。覚悟はいいか。邪魔見やがれ。風穴開けるぞ。逃がさねえぞ。ここで消えよ。頼りにしてる。下がっていい。次行くぞ次。気が早いな。あったぜ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。モンスターは魔鋼の影響でヤバいことになってる。魔鋼のせい？ああ。ああ。不足ありだ。仕上げだ。どうだ。調子に乗る。ここでしか。当てる。こんなところかな。やってやる。集中してけよ。せめてもう終わったな。でも作る気かよ。いや、どけ。なんだ。大きい。沈め。王様が落ちますか。わっ。抜け。当てる。今だ。いくよ。いや、沈め。一気に叩き込む。体勢を立て直す。さらに行くぜ。まともに食らおうかよ。ここが勝負だぞ。こっちだ。やここからだよ。こんな時
やっしゃ力を見せて。まるまる太らせやがって、どんだけ放置してやがんだ。気持ち悪かった。あのままじゃ下手すりゃ列車が事故るぞ。駆除しないのかな。事故れば駆除すんだろう。順番がおかしいよね。犬発見。鼻の向き確認しろ。上手に描けてるね。ああ、いけすかねえ感じがよーく出てるぜ。見て、シンラも一応駆除してたみたい。やる気は虫以下。なんで俺たちがこんなこと。どうせまたすぐ湧いてくる。適当に終わらせて。沈め、ここから入ってきた。やっ、作戦会議だ。場所の確認しとくぞ。近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風体との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。なですが。おお、貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガほら、また神羅の犬がいるぜ。鼻の向き間違えんなよ。
見たか俺の力。どうでもいい。パレットは本当にスタンプが嫌いだよね。スタンプは悪くねえよ。あれを中堅だ、犬の鏡だと持ち上げんのが気持ち悪くてしょうがねえ。スタンプかわいそう。進んでも進んでも壁で壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。おい、ちょっと待て。こっちだ。思ったより警備が厳重だね。あの奥が基地みてえだ。全員蹴散らすしかねえ。行け。おう、引っ込んどけ。行くよ。どうよ。邪魔だ。やっはあ、やり過ごすぞ。さあ、行くよ。繋いでいくぞ。やってやる。そっちか。階段から行くぞ。もうすぐ隠し通路か。プランインなかなかいい感じじゃねえの。どうだ元ソルジャーさんよ。ビッグスが考えたんだろ。俺の意見も入ってるぜ。慎重に進もう。どういう意味だそれ。使われてない場所だよね。違ったか。中堅スタンプを探せ。隠し通路を教えてくれるぜ。
これか。離れろ。何？聞いてねえぞ。やる気だな。邪魔すんじゃねえ。珍しい救出兵隊。ボンボロッテか。動きや匂いが火力が高い。舐めてかかるな。どうしよう。足を狙え。崩すぞ。どけ。狙われてんぞ。このまま引きつける。今のうちに叩け。頭に食らうかよ。そこ。やり過ごすぞ。どけどけ。いらっ。向かうところ敵だ。そこ。どんなよ。やって。気合い入れとけ。頑張るね。いらっ。ジェネレーター、やつの心臓だ。止めろってことだな。スイムよろしく。そうだ。頑張って。砕けろ。さあ行くよ。それ当てる。いや行くよ。貫いて。邪魔だ。遊んでやれ。連携しよう。おう、任せとけ。やる。はあ。
片付いたな。ざまあ見ろだ。行こう。うん。なあ、こっちだ。煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら至急異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送ってその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハ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 ッ。一番マコロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ？例えなくていい。 That's it for this episode. Seems like there is still a long journey ahead before we can finally reach the Mako reactor. Stay tuned for the next episode. Please subscribe if you have not.Leave a like and comment down below if you have any suggestion. I'm Ye from Yola Gaming. See you all in the next episode. Bye!